防空号。江戸川乱歩、作1一。市川誠一の話。君、眠いかいえ眠れない僕も眠れないのだ。話をしようか。今、妙な話がしたくなった。今夜僕らは、 平和論をやったね。無論それは正しいことだ。誰も依存はない。決まりきったことだ。ところがね、僕は生涯の最上の生きがいを感じたのは戦争の最中だった。いやみんなが言っているあの意味とは違うんだ。国をとして戦っている生きがいという、あれとは違うんだ。 もっと不健全な、反社会的な生きがいなんだよ。それは戦争の末期、今にも国が滅びそうになっていた時だ。空襲が激しくなって、東京が焼け野原になる直前の、あの、阿弥教官の最中なんだ。君だから話すんだよ。戦争中にこんなことを言ったら、 殺されただろうし、今だって多くの人に貧縮されるに決まっている。人間というものは複雑に作られている。生まれながらにして反社会的な性質を持っているんだね。それはタブーになっている。人間にはタブーというものが必要なんだ。それが必要だということは、つまり、 人間に本来、反社会の性質がある証拠だよ。犯罪本能と呼ばれているものもそれなんだね。火事は一つの悪に違いない。だが火事は美しいね。江戸の花というあれだよ。雄大な炎というものは美的感情に訴える。 ネロ皇帝が死街に火を放って狂気したあの真理が、大なり小なり誰にもあるんだね。風呂を焚いていてね、薪が盛んに燃え上がると、実利を離れた美的快感がある。薪でさえそうだから、一軒の家が燃え立てば美しいに決まっている。一つの死街全体が燃えれば、 もっと美しいだろう。国土全体が怪人に寄するほどの大火炎ともなれば、さらに、さらに美しいだろう。ここではもう死と壊滅につながる超絶的な美しさだ。僕は嘘を言っているのではない。こういう感じ方は誰の心にもあることだよ。戦争末期。 僕は会社へ出たり出なかったりの日が続いた。毎日空襲だった。乗り物もなくなって、会社から非常聴取をされると、歩いて行かなければならなかった。ひっきりなしにゾーっとするサイレンが鳴り響き、夜中に飛び起きてゲートルを巻き、防空頭巾をかぶって、 防空壕へ駆け込むことが続いた。僕は無論戦争を呪っていた。しかし戦争の脅威とでも言うようなものに何かしら引きつけられていなかったとは言えない。サイレンが鳴り響いたり、ラジオがわめいたり、号外の鈴が街を飛んだりする仏像騒然の中に 異常に人を突きつけるものがあった。異常に心を高揚するものがあった。最も僕をワクワクさせたのは新しい武器の脅威だった。敵の武器だから忌々しくはあったけれど、やはり脅威に違いなかった。B29 というあの巨大な戦闘機がそれを代表していた。 その頃はまだ原爆というものを知らなかった。東京が焼け野原にならない前、その伝送局のように、あの銀色の巨大な奴が変態を組んで、非常な高さを悠々と飛んできた。その度に飛行機、製作工場などが爆弾でやられていたのだが、僕らは地震のような、 地響きを感じるばかりで、目に見ることはできなかった。見るのはただ、あの高い空の銀翼ばかりだった。B29 が飛行雲を沸かしながら、真っ青に晴れ渡った遥かの空を、まるで澄んだ池の中のメダカのように、可愛らしく飛んでいく姿は、できながら美しかった。 見る目には可愛らしくても、高度を考えればその巨大さが想像された。今、旅客機に乗って海の上を飛んでいると、大気船がやはりメダカのように小さく見えるね。あれを空へ移したような可愛らしさだった。向こうの方に豆粒のような変態が現れる。各所の公社法人地から 豆鉄砲のような連続音が聞こえ始める。敵の姿も、味方の音も、芝居の遠見の熱森のように、可愛らしかった。B29 の進路を囲んで、降射砲の黒い煙の玉が、底知れぬ青空の中に、アバターみたいに散らばった。鉄器のあたりに星のようにチカッチカッと、 いかのものがあった。まるでダイヤモンドの粒を銀色の飛行機めがけて投げつけるように見えたそれは目にも見えない小さな味方の戦闘機だった彼らは体当たりで巨大な b 2 9にぶつかっていったその小さな味方機の銀翼が太陽の光を受けてチカッチカッと。 ダイヤのように光っていたのだ君も思い出せるだろう実に美しかったね戦争被害という現実をふと忘れた瞬間にはあれは大空のページントの美しい前奏曲だった僕は会社の屋上から双眼鏡で大空の演技を眺めたものだ 双眼鏡の丸い視野の中を銀色整然とした変態が近づいてくる。頭の上に来た時には双眼鏡にはかなり大きく映った。登場員の白い顔が豆人形のように見分けられさえした。太陽に照れ入れる銀翼はやっぱり美しかった。それにぶつかっていく。 味方機も見えたが、大気船のそばの一隻のボートのように小さかった。その晩僕は会社の帰り道をテクテク歩いていた。電車がある区間しか動いていないので、あとは歩かなければならなかった。八時頃だった。空には美しく星が瞬いていた。 十日完成で街は真っ暗だった。僕たちは皆懐中電灯をポケットに用意していた。明るいのではいけないし、それに電池がすぐダメになるので、あの頃は自動豆電灯というものが市販されていた。思い出すだろう片手に入るほどの金属製のやつで、交換を握ったり離したりすると、 じゃあじゃあと音を立てて発電機が回転して豆電灯がつくあれね。足元が危なくなると僕はあれを出してじゃあじゃあ言わせた。鈍い光だけれど電池がいらないので実に便利だった。真っ暗の大通りを黒い影星たちが黙々として歩いている。 空襲警報が鳴らないうちに早く帰り着きたいと皆せかせかと歩いている。今日だけはサイレンが鳴らずに済むかもしれないというのが我々の共通した空頼みだった。僕はその時、電通院のそばを歩いていた。ぎょっとする音が鳴り始めた。近くのも遠くのも いくつものサイレンが不吉な合唱をして悲壮になり始めた。いくら慣れていてもやっぱりぎょっとするんだね。黒いか影帽子どもがバラバラと走り出した。僕は走るのが苦手なので足を早めて大股に歩いていたが、その前を警防台員の黒い影が、対比、対比、 と叫びながらかけていったどこからかいっぱいに開いたラジオが聞こえてきた。家庭のラジオもできるだけの音量を出しておくのが常識になっていた。同じことを幾度も繰り返している。B29 の大変態が伊豆半島の上空から東京方面に近づいているというのだ。瞬く間にやってくるだろう。 僕も早く家に帰ろうと思って、大塚駅の方へ急いだが、大塚に着かない前に、もう遠くの校舎法が聞こえ出した。それがだんだん近くの校舎法に移動してくる。街は真の闇だった。警戒管制から非常管制に移ったからだ。まだ9時にもならないのに、街は真夜中のようにシーンと、 静まり返っていた。僕の他には一人の人影も見えなかった。僕は時々立ち止まって空を見上げた。無論怖かったよ。しかしもう一つの心では美しいなと感嘆していた。校舎砲弾がシューシューと 光の点線を描いて高い高い空へ飛んでいく。そしてパラパラっと花火のように美しく炸裂する。そのあたりに鉄機の変態が飛んでいるのだろう。そこへは立っている僕から30度ぐらいの角度があった。まだ遠方だ。そこの上空に非常に強い光のアーク塔のような玉が ふわふわと、いくつも、浮遊していた。敵の照明弾だ。両国の花火にあれとそっくりのがあった。闇夜の空の光クラゲだ。降車砲の音と光がだんだん激しくなってきた。一方の空だけではなかった。反対側の空にも、それが炸裂した。 敵の変態は二つに分かれて東京を挟み撃ちにしていたのだ。そして次々と位置を変えながら東京の周りに爆弾と焼夷弾を投下していたのだ。それがその頃の敵の戦法だった。まず周囲にぐるっと火の柿を作って逃げ出せないようにしておいて最後に中心地帯に猛爆するという 袋のネズミ先方なのだ。しばらくすると遠くの空がぼーっと明るくなった。その時僕は町の警防団の頓所にいた。鉄兜をかぶって飛び口を持った人たちが土のうの中にしゃがんで空を見上げていた。僕もそこへしゃがませてもらった。横浜だ。 あの明るいのは横浜が焼けているんだ。今、ラジオが言っていた。一人の警防団員が走ってきて報告した。あ、あっちの空も明るくなったぞ。どこだろう渋谷んじゃないか。そう言っているうちに、右にも左にもぼーっと明るい空が増えてきた。戦住だろう板橋だろう と言っている間に空に舞い上がる火の粉が見え、炎さえ見え始めた。東京の刺繍が平時の銀座の空のように一面に炎明るくなった。校射法はもう頭の真上で炸裂していた。鉄器の銀翼が地上の火炎に照らされてかすかに眺められた。B29 の機体が いつもよりはずっと大きく見えた。低空を飛んでいるのだ。死繍の空に無数の光クラゲの照明弾が浮遊していた。それがありとしもなき速度で落下してくる有様は実に美しかった。その光クラゲの群れに向かって 地上からは赤いシノコが渦を巻いて立ち上っていた。青白い、飛び玉模様に赤い梨地の裾模様。それを塗って光射砲弾の金紙銀紙のすすきが交錯しているのだ。あ、味方木だ。味方木が突っ込んだ。大空にパッと火を吹いた。 そして巨大な鉄器が炎の血だるまになって落下していった。落下地点とおぼしきあたりから爆発のような火炎が舞い上がった。やったやったこれで三期目だぞ警防団の人々がわーっと回生を上げた。万歳を叫ぶものもあった。君、こんなとこにいちゃ危ない。 早く防空壕に入ってください。僕は警防団員に肩をこずかれた。仕方がないので、よろよろと歩き出した。大空の光の共演とその騒音は、極点に達していた。その頃から地上も騒がしくなった。火の手がだんだん近づいてくるので、もう防空壕にもいたたまれなくなった人々が、警防団員に指導されて、 どこかの広場へ集団退避を始めたのだ。大通りには、家財を積んだ荷車、リアカーの類が混雑し始めた。僕もその群衆に混じって駆け出した。うちには家内が一人で留守をしていた。彼女もきっと逃げ出しているだろう。気がかりだがどうすることもできない。 至るところに破裂音がとどろいた。それが地上の火炎のうなり、群衆の叫び声と混じり合って、耳もろうするほどの騒音だった。その騒音の中にザーッと夕立が屋根を叩くような異様な音が聞こえてきた。僕は夢中に駆け出した。それが焼夷弾の束の落下する音だということを聞き知っていたからだ。 しかも、頭の真上から降ってくるように思われたからだ。わーっというわめき声にひょいと振り向くと、方通りは一面の火の海だった。八角塔の小型焼夷弾が束になって落下して、地上に散乱していた。僕はあわよく、それに撃たれるのを免れたのだ。火の海の中に一人の中年夫人が倒れて、 もがいていた。勇敢な警防団員が火の海を渡ってそれを助けるために駆けつけていた。僕は二度と同じ場所に落ちることはないだろうと思ったので、一応安心して火の海に見とれていた。大通り一面が火に覆われている光景はそんなさなかでも やっぱり、美しかった。驚くべき美観だった。あの、八角刀焼夷弾の中には、油を浸した布切れのようなものが入っていて、落下の途中でそれが筒から飛び出し、ついている羽のようなものが空中をゆっくり落ちてくる。筒だけは矢のように落下するのだが、 筒の中にも油が残っているので、地面にぶつかるとそれ油が散乱して一面の火の海となるのだ。だから大した持続力はない。木造家屋ならそれで燃え出すけれど、舗装道路では燃えつくものがないからだんだん炎が小さくなって、時期に消えてしまう。僕はそれがホタルビのように小さくなるまでじっと、 眺めていた。最後は広い地面に無数の蛍がまたたいて、やがて消えていくのだが、その経過の全体が仕掛け花火みたいに美しかった。空からは八角塔を飛び出した無数の狐火がゆっくり降下していた。確か、実習校の道行きで舞台の背景一面に 狐火のろうそくをつける演出があったと思うがあの背景を黒ビロードの大空にして何百倍に拡大したような感じだったねどんな花火だってあの美しさの足元にも及ぶものじゃない僕は本当に見とれたそれが火事のもとだということも忘れて ポカーンと口を開いて空に見入っていた。もうすぐ間近に火の手が上がっていた。それがたちまち飛び火して火の手の数が増えていった。街は夕焼けのように明るく、はせ違う人々の顔が真っ赤に彩られていた。刻々にあたりは小熱地獄の様相を帯びてきた。 東京中が巨大な炎に包まれ、黒雲のような煙が地上の炎に赤く縁取られて、恐ろしい速度で空を流れ、ヒューッと音を立てて、嵐のような風が吹きつけてきた。向こうには黒と赤との煙の渦が竜巻となって中天に巻き上がり、屋根瓦は飛び、無数のトタン板が銀紙のように、 空に舞い狂った。その中を変態を解いた B29 が縦横に飛び違った。味方の降射砲も今は鳴りを潜めてしまったので、敵は極度の低空まで舞い下がって、市民を威嚇し、狙いを定めて、焼夷弾と小型爆弾を投下した。僕は巨大な B29 が目を押して迫ってくるのを見た。 銀色の機体は地上の火炎を受けて酔っ払いの巨人のような顔で真っ赤に染まっていた。僕はあの頭の真上に迫る巨大な鉄器からなぜか天狗の面を連想した。真っ赤な天狗の面が空いっぱいの大きさで金色の目玉で僕を睨みつけながらぐーっと急降下してくる。 悪夢の中のように、それが次から次へと真っ赤な顔で降下してくるのだ。火災による暴風と立ち巻きと黒煙の中を超低空に暖ブする赤面の巨大機は、この世の終わりの恐ろしさでもあったが、一方では言語に絶する美観でもあった。 壮絶だった。荘厳でさえあった。もう街に立っていることはできなかった。瓦、トタン板、火を吹きながら飛び違う丸太や板切れ、その他あらゆる破片が真っ赤な空から降ってきた。はっと思う間に、一枚のトタン板が僕の肩に巻きついて、顎に大きな切り傷を作った。血がドクドクと流れた。 その中へ、またしてもザーザーと、焼夷弾の束が降ってくる。僕は、メガネを跳ね飛ばされてしまったが、探すことなど、思いも及ばなかった。どこかへ避難するほかはなかった。僕は、暴風帯を突き抜けるために、それを横断して走った。僕はその時、大塚辻町の交差点から、 寺のある横町を北へ北へと走っていた。走っている両側の家並みももう燃え始めていた。突き当たりに大きな屋敷があった。門が開け放してあったので、そこへ飛び込んでいった。まるで公園のように広い庭だった。立木も多かった。強風に揺れ騒ぎ、火の粉の降りかかる立木の間をくぐって、 奥の方へ駆け込んでいった。後で分かったのだがそれは杉本という有名な実業家のうちだったその屋敷は高い石垣の崖っぷちにあった辻町の方から来るとそこが行き止まりで目の下はるかに巣鴨から氷川町にかけての大通りがあった東京にはほぼ,ほぼにこういう高台があって断層のようになっているが そこも断層の一つだった。僕はその町が初めてだったので、大空襲によって起こった地上の異変ではないかとびっくりしたほどだ。その断層は屋敷の一番奥になっているのだが、断層の少し手前にコンクリートで作った大きな防空壕の口が開いていた。後で、 その屋敷の住人は全部疎開してしまって大きな邸宅だけが全く空き家になっていることが分かったが、その時は防空壕の中に家人がいるのだと思い、出会ったら断りを言うつもりで入っていった。床も壁も天井もコンクリートで固めたり立派な防空壕だった。僕は例の自動豆電灯。を じゃあじゃあ言わせながら、おずおず入っていったが、入り口からふた曲がりして、中心部に入ってみても、廃墟のように人気がなかった。中心部は二坪ほどの長方形の部屋になっていて、両側に板の長い腰掛けが取り付けてあった。僕はちょっとそこへかけてみたが、すぐに立ち上がった。 どうも落ち着かなかった。空と地上の騒音はここまでも聞こえてきた。ドカーンドカーンという爆音が地上にいた時よりも激しく耳につき、防空壕そのものがゆらゆら揺れていた。時々稲妻のように真っ赤な線香が屈曲した壕内にまで届いた。その光で奥の方が見通せた時、 板の腰掛けの向こうの隅にうずくまっている人間を発見した。女のようだった。豆弁当をじゃあじゃあ言わせて、その淡い光を差し付けながら声をかけると、女はすっと立って、こちらへ近づいてきた。古いコンガスリの門辺に、コンガスリの防空頭巾をかぶっていた。その頭巾の中の顔を、 豆伝統で照らして僕はびっくりした。あまり美しかったからだ。どんな風に美しかったと問われても答えられない。いつも僕の一応にあった美しさだと言うほかはない。ここの方ですか僕が尋ねると、いいえ、通りがかりのものです。と答えた。ここは広い庭だから、 焼けませんよ。朝までここにじっとしている方がいいでしょう。と言って腰掛けるように進めた。それから何を話したか覚えていない。黙りがちに並んで腰掛けていた。お互いに名も名乗らなければ住所も尋ねなかった。ゴーという嵐の音とも炎の音ともつかぬ騒音が そこまで聞こえてきた。その間にドカーンドカーンという爆音と地響き、真っ赤な稲妻がパッパッとひらめき、焦げ臭い煙が吹き込んできた。僕は一度防空壕を出て、辺りを眺めたが、向こうの母屋も,も炎に包まれ、立木にまで燃え移ってパチパチ外れる音がしていた。 その辺は昼のように明るく、頬が暑いほどだった。見上げると空は一面のどす黒い血の色で、ゴーゴーと強風が吹きすさんでいた。広い庭には死に絶えたように人影はなかった。門のところまで走っていったが、その前の通りにも全く人間というものがいなかった。ただ、炎と煙とが渦巻いていた。 ゴーに変える他はなかった。帰ってみると、真っ暗な中に女は元のままの姿勢でじっとしていた。ああ、喉が渇いた。水があるといいんだが。僕がそう言うと、女は、ここにあります。と言って、待ち構えていたように水筒を肩から外して、手探りで僕に渡してくれた。 その女は用心深く水筒を下げて逃げていたのだ。僕はそれを何杯も飲んだ。女に返すと女も飲んでいるようだった。もうダメでしょうか女が心細く呟いた。大丈夫。ここにじっとしてれば安全ですよ。僕はその時、 激しい情欲を感じた。この世の終わりのような、憂慮と情乱の中で、情欲どころではないと言うかもしれないが、事実はその逆なんだ。僕の知っているある青年は、空襲の旅ごとに激しい情欲を催したと言っている。そしてオナニーにふけったと告白している。だが僕の場合は、 単なる情欲じゃない。一目ぼれの激しい恋愛だ。その女の美しさは、例えるものもなかった。神々しくさえあった。一生に一度という非常の場合に、僕がいつも夢見ていた、僕のジョコンダに出会ったのだ。そのミスティックな開口が僕を気違いにした。僕は闇をまさぐって、女の手を握った。 相手は拒まなかった。遠慮がちに握り返しさえした。東京全市が一変たまりの巨大な火炎となって燃え上がり、空は煙の虚空に火の粉の金なし地に覆われ、そこを氷風が吹きまくり、地上のあらゆる破片に竜巻となって舞い上がり、真っ赤な巨人、戦闘機は乱舞し、 爆弾、焼夷弾は衆と降り注ぎ、天地は呆然たる大音響になりはためいているとき、一瞬の後をも知らぬ命を懸けての情欲がどんなものだか、君にわかるか僕は生涯を通じて、あれほどの歓喜を、生命を、生きがいを感じたことはない。それは過去にもなく、未来にもありえない。 ただ一度のものだった。天地は狂乱していた。国は今、滅びようとしていた。僕たち二人も狂っていた。僕たちは身についたあらゆるものを金繰り捨てて、この世にただ二人の人間として、かき抱き、もだえ、狂い、泣き、わめいた。愛欲の極地に酔いしれた。 僕は眠ったのだろうか。いや、そんなはずはない。眠りはしなかった。しかし、いつの間にか夜が明けていた。豪の中に白銘が漂い、黄色い煙が充満していた。そして女の姿はどこにもなかった。彼女の身につけたものも何一品残っていなかった。だが、夢ではなかった。夢であるはずがない。 僕はよろよろと豪の外へ出た。人家は皆焼けつぶれてしまって、一面の焼けぼっくいと煙と火の海だった。まるで焼けた鉄板の上でも歩くような暑さの中を、僕は炎と煙をかわし、空き地を拾うようにして飛び歩き、長い道をやっと自分の家にたどり着いた。幸せにも僕の家は、 焼け残り、家内も無事だった。町という町には、無一文になった古事記のような姿の男女が充満し、地方のようにあてどもなくさまよっていた。僕の家にも、焼け出されの知人が三みも入ってきた。それから食料の買い出しに、共本する日が続いた。 その中でも僕は、あの人よの情けを忘れかねて、辻町の杉,杉本邸の焼け跡の付近を毎日のようにさまよい歩き、その辺を掘り返して貴重品を探している元の住民たちに訪ね回った。空襲の夜、杉本家のコンクリートの防空壕に一人の若い女が入っていたが、 その女を見かけた人はないかと執念深く聞き回った。細かい経路は省略するが非常な苦労をして次から次と人の噂の後を追って尋ね尋ねた末やっと一人の老婆を探し当てた。地袋の奥の千早町の知人宅に厄介になっている。 身寄りのない五十いくつの宮園の富という老婆だった。僕はこの富婆さんを訪ねて行って、根掘り葉掘り聞きたした。老婆は杉本邸のそばのある会社員の家に雇われていたが、あの空襲の夜、家人はみんなどこかへ避難してしまって、一人取り残されたので、 杉本さんの防空壕のことを思い出し、一人でその中に隠れていたというのだ。老婆はさまでそこにいたというのに、不思議にも僕のことも若い女のことも知らなかった。ひょっとしたら号が違うのではないかと、詳しく聞き正したが、あの辺に杉本と言えば他になく、コンクリート号の位置や構造も僕らの入ったものと全く同じだった。 あの剛には両方に出入り口があったそれが折れ曲がって中心の部屋へ入るようになっていた富みさんは郷の中心部まで入らないで僕の出入りしたのとは反対側の出入り口の中心部の向こうの曲がり角にでもうず,うずくまっていたのだろうそれを尋ねてもばあさんは曖昧にしか答えられなかった 肝を転倒していた際のことだから、はっきりした記憶がないのかも。無理はなかった。そういうわけで、結局女のことはわからずじまいだった。あれからもう十年になる。その後も僕はできる限りその女を探し出そうと努めてきたが、どうしても手がかりがつかめないのだ。あの美しい女は、 神隠しにあったように、この地上から姿を消してしまったのだ。その神秘が人よの情けを一層尊いものにした。生涯を人よに込めた愛欲だった。顔も体もあれほど美しい女が他にあろうとは思えない。僕はその人よを境にしてあらゆる女に興味を失ってしまった。 あの、物狂わしい人夜の劇場で僕の愛欲は使い果たされてしまった。ああ、思い出しても体が震え出すようだ。空と地上の豪華に包まれた洞窟の暗闇の中、その暗闇にほのぼのと浮き上がった美しい顔、美しい体、強熱の抱擁、 千夜を一夜の愛欲。僕はね、美しさ、身の毛もよだつ五歳のオーロラの夢という変な文句をいつも心の中で呟いている。それだよ。あの空襲の炎と死の共演は、極地の大空いっぱいに垂れ幕のように下がっている五歳のオーロラの恐ろしさ。 美しさだった。その下での人夜の情けは、やっぱり、五歳のオーロラの他のものではなかった。二、宮園富の話。こんなに酔っ払ったのは本当に久しぶりですよ。旦那様も推凶なお方ですわね。 旦那様のエロ話を伺ったので、私も思い出しましたよ。しわくじゃばあさんのエロ話でも、お聞きになりたいのずいぶん変わっていらっしゃるわね。<laughs> さっきも言った通り、私は広い世間に全くの一人ぼっち。身寄り頼りもない哀れなばばあですが、 戦争後、こんな山奥の温泉へ流れ込んでしまって、こちらのご主人が親切にしてくださるし、勾配の女中さんたちもみんないい人だし、まあ、ここを死に場所に決めておりますの。でも、千にはずっと東京に住んでいたのでございますよ。あの恐ろしい空襲にも会いました。旦那様 その空襲の時ですよ。実に妙なことがありましたの。あれは何年の何月でしたかしら。上の浅草の方がやられて、隅田川が死骸でいっぱいになったあの空襲のすぐ後で、新宿から池袋、巣鴨、小石川にかけて、 焼け野ヶ原になった空襲の時ですよ。その頃私は三好さんという会社にお勤めの方のうちに雇わればあさんでいたのですがそのうちが丸焼けになってご主人たちを見失ってしまって私は近くの大きなお屋敷の防空壕にたった一人で隠れておりました。 大塚の辻町といって、自然の終点の社庫に近いところでした。そのお屋敷は辻町から三四町も入ったところで、高い石垣の上にあったのですが、お屋敷の方はみんな疎開してしまって、空き家になっておりました。コンクリートでできた、立派な防空壕でしたよ。 私はその真っ暗な中に一人ぼっちで震えていたのです。するとそこへ一人の男が懐中電灯を照らしながら入ってきました。向こうが懐中電灯を持っているのですから、顔は見えませんがどうやら三十そこそこの若いお人らしく思われました。しばらく私のいるのを気もつかない様子で、 ごうの中の板の腰掛けにかけてじっとしておりましたが、そのうちに隅の方に私がいるのに気づくと、懐中電灯を照らして、もっとこっちへ来いというのです。私はもう一人ぼっちで、怖くて仕方がなかったりですから、喜んでその人の隣に腰掛けました。 そしてちょうど水筒を持っておりましたので、それを男に飲ませてやったりして、それから一言二言話しているうちになんとあなた、その人が私の手をぐっと握ったじゃありませんか。勘違いをしたらしいのですよ。私を若い女とでも思ったらしいのですよ。小さな懐中電灯ですから、私の顔もよくは、 見えなかったのでございましょう。それに、外にはぼうぼうと火が燃えている、恐ろしい風が吹きまくっている、そのさなかですから、気も点灯していたことでしょうしね。何か色っぽいことを始めるのですよ。ほほほほ、いえね旦那様が聞き上手でいらっしゃるもんだから。 ついこんなお話をしてしまって。でもこれは今初めてお話しますのよ。なんぼなんでも気恥ずかしくって人様にお話できるようなことじゃありませんもの。えそれからどうしたとおっしゃるの私の方でも空襲で気が点灯していたのですわね。 こっちも若い女になったつもりで。ほほほほ。いろいろあれしましたのよ。今から思えばバカバカしい話ですわ。先方の言いなり次第に着物も何も脱いでしまいましてね。嫌でございますわ。いくら酔ってもそれから先は。ほほほほ。でまあ、いろいろあった後で。 男はそこへ倒れてしまって、眠ったようにじっとしていますので、私はもう気恥ずかしくなって、急いで着物を着ると夜の明けないうちに防空壕から逃げ出してしまいました。お互いに顔も知らなければ、名前も名乗らずじまいでしたわ。え それっきりじゃつまらないとおっしゃいますのところが、これにはご実談があるのでございますのよ。防空壕の中では相手の顔もわからず、ただ若い男と察していただけですが、それから半月もした頃、私は池袋の奥の千早町の知り合いのところに台所の手伝いをしながら、 厄介になっておりましたが、そこへどこをどう探したのか、その時の男が訪ねてきたじゃありませんか。でもその人がそうだとは、私は知らなかったのです。話しているうちにだんだんわかってきたのです。あの時、防空壕の中に若い女がいた。お前さんがやっぱりあの夜、 あの防空壕に入っていたということをいろいろ尋ね回って聞き出したのでわざわざやってきたのだ。その若い女を見なかったか、もしやお前さんの知っている人じゃなかったかと、それはもう一生懸命に尋ねるのです。その人は市川聖一さんと名乗りました。服装はあの頃のことですから、 軍人みたいなカーキ服でしたが、ちゃんとした会社員風の立派な人でした。三十を越したぐらいの年配で、金眼鏡をかけておりましたが、それはもう、るいつきたいような美男でございましたよ。<laughs> 私はその人の話を聞いて、すぐに察しがつきました。その、 市川さんはとんでもない思い違いをしていたのです。その時の相手が私みたいなおばあちゃんとは少しも知らず、若い美しい女だったと思い込んでいるのです。いじらしいじゃございませんか。その女が恋しさにえらい苦労をして探しまっているというのですよ。 決まりが悪いやらバカバカしいやらで私は本当にどうしようかと思いました若い女と思い込んでいる相手にあれはこの私でしたなんて言えるもんですかドギマギしながらごまかしてしまいました先方はみじんも疑っていないのです私がうろたえていることなんかまるで 感じないのですその美男の市川さんが目に涙をためてその時の若い美しい女を懐かしがっている様子を見ると私も変な気持ちになりましたなんだか忌々いましいようなかわいそうなような何とも言えない変な気持ちでございましたよ え、そんな若い美男と一湯の血入りを結ぶなんて思いがけぬ家宝だとおっしゃるのでしょうそりゃねこの年になってもやっぱり嬉しいような恥ずかしいような本当に妙な具合でしたわ相手が美男だけにねえ。 いよいよ気づかれては大変だと。そちらの顔をするのに、それは？一苦労でございましたよ。<laughs>